ゲルハルトベルガー、ゲルハルトベルガー、ゲアハードベルガー、1959年8月27日台、は、オーストリア、チロル州ベルグル出身の元会一ドライバー、ガーハードバーガー等の表記がなされることもある。愛称は、ガービ。フジテレビ会一中継でのニックネームは、地獄からの帰還兵、第二のニキラウだ。明るい性格で知られ、 人望を集め多くの友人を持つ。友人が少ないことで知られていたアイルトン・セナとも最大の親友とされる。通算10勝は歴代チャンピオートドライバーと比べると劣るものの、その多くが印象に残る状況で挙げられたことから、記録よりも記憶に残るドライバーの一人としてよく名前が上がる。かつては R のつくツキにしか勝てない。5月から8月には勝てない。 ドライバーといった異名もあった。また、F1 ドライバーとしてキャリアは13年と比較的に長く、グランプリには通算210戦出走した。これは、彼が引退した1997年当時、リカルド・パトレーゼの256戦に次ぐ、歴代2位の記録だった。現役時代は、プレイボーイとしても知られ、女性のファンも多かった。チロル地方出身で、 学生時代は、オーストリアのアルペンスキー強化選手としても活躍した。赤一参戦前からドクター、ヘルムート・マルコや、ニキラウダといった先輩たちの推挙、応援があり、BMW の秘蔵っ子と呼ばれ、デビュー直後も、縁の深いチームへの在籍が続くことになる。シーズン終盤、母国の第12戦をオーストリア GP において、当時 BMW エンジンを搭載していた。 ATS から、第一デビュー、予選20位から12位完走を果たす。自身2戦目の、第14戦イタリア GP で6位初入賞を果たすが、チームはもともと、マンフレット・ビンケル・ホックのみの1カー体制として、この年の登録をしていたため、ポイントは獲得できなかった。前年の ATS 同様、BMW エンジンを積むアローズに移籍。 立体や7回を記録するなど苦戦。後に、本人はこの年のマシンを、回一でドライブした中で、最低のマシンと評している。ただし、第15戦南アフリカ GP で5位、最終戦オーストラリア GP6 位と終盤に、連続入賞を記録した。ランキングは17位。過去2シーズンと同様に、BMW エンジンを積むベネトン2移籍開幕からの連続入賞や、 第3戦3割の GP で、初表彰台、第5戦ベルギー GP 予選でのフロントロー、計2度のファステストラップなどで存在をアピールした。第15戦メキシコ GP では、タイヤ無交換作戦が当たり、デビュー3年目、フル参戦2年目にして初優勝。これはチームにとっても回一発優勝であり、この年、チャンピオン争いを繰り広げた4人、アランプロスとナイジェル・マンセル、 ネルソン・ピケ、アイルトン・セナ以外が挙げた唯一の勝利であった。ランキングは7位と前年からさらに上昇した。フェラーリに移籍、結果的にエンツオ・フェラーリの存命中にフェラーリに加入した最後のドライバーとなった。マシンの信頼性が低く、チームメイトのミケレ・アルボレートともども多数のリタヤを喫したが、k 急回、すべてマシントラブルによるものだった。 チャンピオン争いも経験しているアルボレートに越して、戦い、次第に、新エースとして、評価を高めていった。第12戦ポルトガル GP で、初 PP、決勝は2位。第15戦日本 GP では、自身初のポール2ウィンを達成、低迷していたチームに2年ぶりの勝利をもたらす。さらに続く最終戦オーストラリア GP でも、ポール2ウィンを達成し、 ランキングを前年よりさらに向上させごいで終える。フェラーリに残留。この年はマクラーレンホンダが圧倒的な強さを見せたシーズンとなったが、そんな中でも多くの GP にて予選でマクラーレン勢の真後ろであるサイングリッドをキープしてを、また昨年に比べてマシンの信頼性が大幅に向上したためコンスタントに入賞していた。また、 第8戦イギリス GP では、この年マクラーレン全員以外で唯一となる PP を獲得している。加えて、予選でアルボレートに全勝し、決勝でも先行を許してゴールしたのは、第7戦フランス GP のみであった。エンツ・オフェラーリが死去して間もない時期に開催された第12戦イタリア GP では、 トップを改装していたアイルトン・セナが、残り2周で周回遅れのジャンイコール・ルイシュ・レッサー。この GP だけ、ナイジェル・マンセルの代役と接触しストップ。2位にいたベルガーが、フェラーリの地元 GP にて、最後の最後で繰り上がる形で、トムライ合戦を制した。この際、2位には、チームメイトのアルボレートが入り、チームとしては1から2フィニッシュとなったこと。 結果的にこの年マクラーレン全員以外が記録した唯一のものとなったことなども記憶に残る勝利として挙げられる要因となった。優勝以外でも4度の表彰台を記録するなど実質的なチームのエースとして活躍。ランキングではマクラーレンの2人に次ぐ自身最高となる3位に入った。引き続きフェラーリに在籍する第2003割の GP では フロントウィングのトラブルに見舞われ、高速コーナーのタンブレロで、コースアウト、そのままウォールに激突した。レース序盤で、ガソリンが多量に残っていたこともあって、大破したマシンが炎上したが、コースマーシャルの迅速な消火、救出作業により、ベルガー本人は顔や手の軽いやけどのみで済み、第4戦メキシコ GP には復帰した。この炎上事故が発生したことで、後に、 燃料タンクの搭載位置に関するレギュレーションが変更されることになった。参戦した15戦中12回のリタイアだったが、完走した参戦ではすべて2位以上であり、第13戦ポルトガル GP では自身5勝目をマーク。ランキングでは7位に踏みとどまったが、チーム内の主導権を新チームメイトのナイジェル・マンセルに奪われ、フェラーリとの関係に一旦ピリオドを打つことになった。 アランプロストと入れ替わる形で、マクラーレンに移籍、アイルトンセナのチームメイトとなる。一石初戦の開幕戦アメリカ GP で、いきなり TP を獲得してみせたが、決勝ではペダルに足が挟まってクラッシュし、早々と首位戦線から離脱。その後、データを取るために数週遅れになりながら復帰するが、最終的にリタイアに終わった。第5戦カナダ GP ではスタートで、フライング。 タイム1分加算のペナルティを受け、チェッカーはトップで受けながら4位となった。その後も彼より10センチメートル以上小柄なセナに合わせて作られたマシンに苦しみ続け、後述、PPK2 回、カイエル3回と速さは見せながら、5年ぶりに未勝利に終わる。ただし2位2回3位3回と、16戦中10回入賞と、ポイントは手堅く稼ぎ、ランキング4位に入った。 ネルソン・ピケと同ポイントだが、2勝したためピケが3位とされた。データによってはベルガーも3位とされており、この場合自身最高体となる。マクラーレンに残留するが、この年から実戦投入したホンダ V12 エンジンのトラブルがベルガー社に偏ってたはず。リタイアはセナの1回、2度の乾燥扱いを除いて2対し、ベルガーは7回、そのうち6回が、 エンジントラブルだった。ベルガーのエンジンばかりが壊れたことに対しては、エンジンがオーバーレブに弱かったのではという、セナと比較すると、ベルガーはオーバーレブが多いということに注目した説がある。またベルガーはセナに比べマシンのエンジニアリング面に対する関心が薄く、きちんとエンジニアの説明を聞いていないことが多かったことも影響していたのではないかという意見もある。 しかし終盤に近づくにつれ調子を上げ、第13戦ポルトガル GP、第14戦スペイン GP では共にリタイアとなったものの予選では連続でセナを破っていた。第15戦日本 GP でも予選で1分34秒700のコースレコードを叩き出し、スペイン GP に続いて p p を獲得。このタイムは死刑員の回収で、 コース距離が短くなった2001年に、ミハエル・シューマッハによって破られるまで、10年余り、鈴鹿サーキットのコースレコードだった。決勝では、終盤液ーストパイプが割れるトラブルがあったものの、ポール・トゥー・ウィン飾り、ようやく移籍後の初勝利を挙げる。ただし、これは、レース序盤のマンセルのリタイアによって、ワールドチャンピオンを決めたセナが、最終ラップの最終コーナーで、 トップの座を露骨に譲る問う行為によるものであり、プライドの高いベルガー本人は不快感を示したとされ、後にセナの急激なペースダウンを見て、トラブルが発生したと思っていたが、もし最後に先行させようとしていると分かっていたら、自分もアクセルを踏むのをやめていただろうと語ったことも、ある。マクラーレンのドライバーの間でレース前に、序盤にトップに立った者優勝を得るという約束が、 取り交わされており、レースにおいて当初トップに立っていたベルガーをセナが抜いて突き放し、最後に再び前に出した経緯が問題を複雑化させる結果となった。この年もランキングは4位だった。前年よりすでに純粋な速さにおいてマクラーレンはウィリアムズの後陣を排す場面が多かったが、この年はそれが決定的なものとなる。チームの低迷とともにベルガーは セナともども不本意なシーズンを送ることとなる。遺跡以降、2年連続で、K2PP をマークしていたが、この年のベストグリッドは開幕戦南アフリカ、GP の3位と、フロントローにすら並ぶことができなかった。しかし、そんな中でも第7戦カナダ GP と最終戦、オーストラリア GP で優勝し、1987年以来、5年ぶりのシーズン2勝を記録した。 特に、オーストラリア GP での優勝は、第2期ホンダ最後のレースでの優勝として注目された。このレースでは、終盤に燃費と水温上昇の関係で大きくペースを落とす羽目になり、ゴール時には2位のシューマッハがすぐ背後にまでっている状態であった。ランキングは、前年から下がり5位だったが、獲得ポイント数では49ポイントで、シーズンの自己最高となった。 低迷期にあえぐフェラーリに4年ぶりに復帰するが、不可解な場面で話題に上がることの多いシーズンとなる。第2戦ブラジル GP で予選13位でありながらも、コースタートを切るが、マイケル・アンドレッキと大クラッシュしてまい、例修理隊や第6戦モナコ GP では、チームメイトのジャン・アレジを半ば突き飛ばすように強引に追い抜き、その後デーモンヒルにも強引な追い抜きを試みた結果、 接触しリタイア。この際、後方にいたマイケル・アンドレッティも巻き添えでリタイアし、ヒルもリタイアは、免れたものの大きく遅れる果てとなった。第13戦イタリア GP 予選では、セッション終了後にもかかわらずアタックを続け、アレジと絡みかけ、避けたもののスピンを起こし大クラッシュ。第14戦ポルトガル GP では、アクティブサスペンションのトラブルから、ピットアウト直後に、 突然マシンのバランスを崩し、コースを横断する形でクラッシュしリタイア、この際、あわや、デレックワーウィックを巻き込みかけている。第15戦日本 GP 予選で一時暫定 PP に踊り出るなどの見せ場もあったが、総獲得ポイントは12ポイントに止まった、ランキング8位。第9戦ドイツ GP で低迷していたチームに、4年ぶりの優勝をポールゥ・ウィンでもたらし、 再び人々の記憶に刻まれることとなる。フジテレビ会一中継では、この GP の実況を担当していた、塩原つねおが、二度フェラーリを復活させた男と表現した。ドイツ GP を含め予選では 2PP、決勝では表彰台6回、1勝2位3回3位2回などを記録、自身3度目のランキング3位となった。また、それ以上に、 コース外での活動も人々の字幕を集めた。第3戦3割の GP にて、予選2日目に、ローランド・ラッツェンバーガー、翌日の決勝日に、セナが事故死したことを受け、2週間後の第4戦モナコ GP にて、それまで有名無実化していたドライバーによる組合、グップが、グランプリドライバーズ・アソシエーションを復活させ、その会長として、安全面について、FIA との間に、 ドライバー側からも積極的に話し合いを持つことを提唱した。直後のフリー走行にて、ラッツェンバーガー同様に同胞のカール・ベンドリンガーが、クラッシュにより一時式不明の重体となるほどの重傷を負い、その後も事故が相次ぐシーズンとなった。会一会は大きな衝撃を受け、ベルガー自身も精神的ショックから引退が噂されたが、その後も今後の道筋を解き実践した。 開幕戦ブラジル GP にて一旦1位のシューマッハと2位のデビッド・クルサードが失格とされ、3位に入ったベルガーが優勝とされたが、その後取り消し。それでも、第10戦ハンガリー GP までは3位表彰台6回など7回の入賞と安定した成績を残し、第11戦ベルギー GP ではこの年唯一の PP をマークした。しかしこの GP で、 リタイアに終わると、以後は、成績が下降、結局この年は、未勝利に終わった、ランキング6位。シーズン終了後、当時フェラーリでチームメイトだったアレジと二人一緒に、ベネトンに移籍。この時ベネトンからミハイル・シューマッハが入れ替わりで、フェラーリに移籍したため、2対1の交換、レードとして話題になった。ベネトンへ十年ぶりに復帰した百九十六年は、 シューマッハスペシャルと呼ばれるマシン特性に苦労し、シーズン序盤から調子が上がらなかった。そんな中、第11戦ドイツ GP は、この年、ベストグリッドとなる予選2位から、スタート、決勝でもスタートを決めて、最終盤までレースをリードするが、残り3周というところで、エンジンブローに見舞われ、リオを逃した13位完走扱い。この時、レースを制したのは3年前の、 同じ GP の同じ残り3周というところでタイヤバーストに襲われたレーモンヒルだった。結局この年はこのレースがハイライトとなるランキング6位。この年も苦戦を強いられ、第2戦ブラジル GP で2位に入るなど、結果も残したが予選で多くの GP で2桁グリッドに沈んだ。さらに、慢性蓄能症のため、第7戦カナダ GP から3戦の欠場を余儀なくされ、 この間に父親を飛行機の墜落事故でなくすなどの不幸が重なったこともあり、引退が囁かれる中で復帰戦、第9戦ドイツ GP に臨んだ。このレースで、ベルガーは2年ぶりの PP を獲得、決勝でもフル参戦1年目、ジョーダンのジャンカルロフィジケラの躍進もあったが、終わってみれば、FL、そして優勝と、PP も含め全てを独占する感傷劇を演じて、見せ、 再びファンや関係者に強いインパクトを与えた。結果的にこれが最後の優勝、表彰台となる。また、1987年を最後に途絶えていた地元オーストリア GP の開催に尽力、第14戦として10年ぶりにオーストリア GP の開催にこぎつけた。しかし、このレースでベネトンはマシンバランスに苦しみ、ベルガーも10位感想が精一杯であった。 結局、同年のシーズン終了間際に、会一からの引退を発表。この際、本人は、休養と表現した。現役最後のレースとなった、最終戦ヨーロッパ GP は4位。この年のランキングは、前年より、上の5位であった。ドライバー引退後は、1999年から、BMW の F1 参戦に、 モータースポーツディレクターとして関与し、エンジン供給先のウィリアムズとの仲介役を務めた。2003年9月に家業である運送会社、ベルガー運送の再建を手伝うためとして、同職を辞任。2006年2月、自身が所有する運送会社の株式50%を、レッドブル社に譲渡し、合弁会社を設立。これに合わせ、 会一チームのスクーデリアトロロッソの株式50%をレッドブル社との交換により取りし共同オーナーとなる。それと同時にレッドブルレーシングも含めレッドブルの F1 活動全般についてのアドバイザーという形で再び会一の世界に戻った。2008年11月25日にベルガーが所有するとロロッソの株式をディートリヒマテシッツに売却することを発表した。 以後しばらくの間モータースポーツ界から離れていたが、2011年12月に国際自動車連盟 FIA シングルシーター委員会の委員長に就任、モータースポーツの表舞台に復帰した。シングルシーター委員長としては2013年に FIAF4 構想を公表するなど、いわゆるジュニアフォーミュラに属するカテゴリーの再編を狙う、施策を打ち出した。 2014年12月に委員長の職をステファノ・ドメニカリに譲り退任した。2014年3月、スキー事故で上腕を骨折。この影響で握力が大きく低下し、ドライビングには問題はないものの、ペンを握るのも困難なたレーシンググローブをはめるのにも他人の手を借りる必要があるほどになってしまった。2017年3月21日、 ドイツツーリングカー選手権 DTM を運営するター EV の代表への就任が発表された。ベルガーの速さの魅力として高速コーナーでの転生のスピード感覚が上げられる。これはチームメイトのセナも認めた部分であり、実際にメキシコのロドリゲスサーキット、イタリアのモンザ、ドイツのホッケンハイムなどの高速コースで勝利を飾っている。また、 1991年の予選で記録したポールタイムは2001年にミハイル・シューマッハが更新するまで10年間渡り鈴鹿サーキットのコースレコードであった。反面、低速コースはやや苦手にしており、一時期多角形コーナリングにトライしたこともあったが、その効果は実証されるほどではなかった。もちろんトップレベルの実力者ではあったが、コンスタントに 速さを発揮できるタイプではなかった。終盤戦のレースには非常に強く、6月に開催だった1992年のカナダ GP で優勝するまではすべて9月以降の開催のレースで優勝していた。また、シーズンの獲得ポイントの半分以上を9月以降の開催だったレースだけで獲得したシーズンもいくつかあった。その中でも特に、 1985年と1989年のシーズンは獲得ポイントすべてが9月以降の開催のレースのみでポイントを獲得していた。そのため一部の F1 関係者からは秋尾と言われていたこともあった。マシンの好みはコントローラブルなマシンを好むとされ、ベネトン遺跡時のテストでは同僚のアレジが乗りこなせていたシューマッハスペシャルのピーキーのマシンに手を焼くこととな、 1987年、1988年のマニュアル時代のフェラーリでは、クラッチレス走方と呼ばれる走方で、チームメイトのミケーレ・アルボレートを上回る成績を残した。また、マクラーレ移籍時には、身長 185cm と回一、ドライバーとしては、長身の体がハンディとなった。身長 174cm のセナに合わせて、 作られたコックピットはベルガーには狭すぎ、遺跡初戦のアメリカ GP では2位走行中ペダルに足が挟まり単独クラッシュしている。また、勝てる位置につけながらミスや不運で一死したレースが幾度かあり、1987年のポルトガル GP ではトップ走行中に単独スピンし、プロストに当時の通算最多、勝新記録更新、28勝を送っていい。 スピンの原因については、後方から接近するプロストのプレッシャーが、ブレーキングミスにつながったと自伝の中で語っている。1990年のカナダ GP では、マクラーレに遺跡後発の改造を見せトップでチェッカーを受けたもののフライングが発覚、決勝タイムに1分加算されるペナルティを受け優勝を逃した。同年の日本 GP では、セナとプロストが、スタート直後の第1コーナーで絡んで、 両者リタイアした後、次の週の1から2コーナーで、単独スピンコースアウトしリタイア。ベルガーは、自分のミスを恥ピットに帰らず、ホテルに直帰したという。地元レースとなる、ホンダ陣営は、スタート後わずか数分でレースを終える羽目になった。1995年のイタリア GP では、同僚、アレジの背後につけ、ワンツー走行中、アレジ車から落下した車載カメラが直撃して、 リタイアという、信じられない出来事もあった。10勝す全てがある条件における初勝利、最後の勝利、久しぶりの勝利、または唯一の勝利に該当する。ゆえに、これらは記憶に残る勝利と評される。いくつかのエピソードは、河合和人著、会一は母特本1から3、ソニーマガジンズに漫画として掲載されている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。